童話工業片上鉄道。片上鉄道は、かつて、岡山県備前市の片上駅から、久米郡柳原町、玄美崎町の柳原駅までを結んでいた、童話工業、現、童話ホールディングスの鉄道路線である。1991年6月30日まで、営業を行っていた。柳原鉱山で産出される、流下鉄鉱を吉井川の川船、高瀬船に代わって、 片上港まで輸送する目的で建設され、1923年1月に、片上、脇館が開業した。ついで8月に、脇尾税やた、井ノ口、河館が開業。1931年2月、井ノ口柳原館が開業し、井ノ口駅は廃止前線開通した。柳原鉱山からの鉱石輸送のほかに、沿線住民の足として、旅客営業もやれていた。 おこや鉄道や三義鉄道と共に、陸運動政令の枠外として他社への事業統合を免れ、大梅鉄道や群馬鉄山専用線などと違い、国鉄買収の対象にもならなかった。鉱石輸送が主体であったため交換駅の有効長は長く、しかも PC 枕木を使用するなど地方鉄道としては高い規格の線路を有していた。一方で、その高規格の線路の上を、 戦前生まれの旧型機動車がカッポする姿はユニークでもあった。鉄道末期の時点でも車両や施設の保守が良く、現在も整備、胴体保存されている、キハ303、9番号キハ3003、国鉄キハ41071は、現役最後の国鉄キハ4万千型としてその名が知られ、唯一胴体で保存されている、キハ4万千系であり、 胴体保存されている機動車としては、日本最古である。また、キハ700に、9番号機ハ冷75は、流線系の原型を保った貴重な、国鉄キハ42000系である。原型を保った、キハ42000型は、現在、全国的に見ても、現存車両が2両しかなく、一部を改造、全消灯のシールドビームか、液体変速機化されてはいるが、 原型で胴体のものは、キハ700にのみであり、胴体保存されている機動車の中では日本で2番目に、古い。また、自社発注でキハ4万1000型に似た形態で張り上げ、屋根、正面2枚窓のキハ312も、胴体で保存されている。なお、変わった車両として、和布100型という形式なのに、貨物室が存在せず、一見車掌車、ように見える。 有害関係車が存在したが、これはこの車両の前歴が、国鉄は不二万二千系であり、1976年に入線後入れ替え土器の利便性のため両端にデッキを設け、この際に貨物扉を撤去して、このような外見になったものであった。和系北では、吉井川に沿い、客車列車、主に混合列車も運転されていた。地元や鉄道ファンはその客車の色から、 ブルートレインと呼んでおり、自社発注のホハフ2000系、昭和25年何脇生と国鉄から購入したホハフ3000系、旧お葉35が使用されていた。乗客が多かったのは、和気駅、須山駅であった。また、1931年、昭和6年7月20日に開業した末谷駅、開業時より、無人駅は、民家の庭先に待合い小屋と、 ああるといいう大変珍しい駅であったこうして収入の多くを占めていた柳原鉱山の鉱石輸送は円高などによる国内産流化鉄鉱の需要源で産出量が減ったためトラックに切り替えられ鉄道経営が成り立たなくなってしまった会社側は肥料輸送や旅客列車の減便などで生き残りを図ったが沿線は 人口が希薄で過疎も進みつつあったため乗客は減り続け、万作尽きる形で1991年7月1日に全線が廃止された。末期には当時時代村などのレジャー事業も行っていた大新東が経営を引き継ぎ、観光鉄道として再生させるプランが持ち込まれたが実現しなかった。所在地名などは廃止時点のもの、井ノ口駅廃止時の所在地は 和気郡山田村。全駅岡山県に所在。廃止後は、日清運輸、備前バスによる代替バスに転換された。ただし、和気駅前は、共安なため、和気市発尾のみ駅前から発車し、それ以外は少し離れたところにある富士見橋バス停に、発着する体が続いた。その後、2010年代に入り、駅前広場の拡張が行われてからは、全便が、 駅前に乗り入れるようになった。備前バスは、1972年7月に、同和工業片上鉄道のバス部門が、日清運輸に譲渡されたものである。片上鉄道の代替バスルートのみが、備前編鉄バスとして運行されている。片上鉄道廃止後は、片鉄片上引くは、脇駅前や達祭工芸、吉ヶ原柳原病院前で運行され、月曜日引く金曜日は5往復程度。 土曜日は2往復だった。2007年4月1日より、備前編鉄バスの運行は、日曜、祝日、年末年始は、全便運休となっている。2011年10月1日からは、同バス沿線の三崎町、旧柳原町が2011年9月をもって、同バスに関する補助金打ち切ったのに伴い、腐災攻撃千ヶ原柳原病院前間が、路線廃止となった。 同区間廃止後は、三崎町が、柳原病院前から、吉ヶ原高芸須在館に、備前編鉄バスに接続する連絡バスを2011年12月28日での、期間限定で、試験運行を行い、須彩で路線が分断された格好になった。連絡バスは、現在柳原病院須彩連絡バスとなっている。2015年9月30日限りで、日清運輸が、路線バス、 貸切バス事業から撤退したため、脇気再管は当面の代替措置として、赤岩市と和気町による共同運行、赤岩市広域路線バス赤岩、和気線、吉井観光バスが受託となった。片上、和気管は日清海輸の事業撤退の際に廃止されたが、2019年4月に、備前市、和気町の市長 A バスの共同運行で復活した。 廃線跡を利用して、片鉄ロマン街道、岡山県道703号備前、柳原自転車道線が設置された。また、吉ヶ原駅周辺には、柳原ふれあい鉱山公園が設けられた。車両は、胴体保存されているものがあり、定期的に展示運転が実施されている。天笠駅と久木駅は、片鉄ロマン街道開通に伴い改修され、休憩所及び、 鉄道史跡として保存されている。旧備前や田駅のようにホームや駅表が部分的に残されている駅もある。北側の終点だった柳原駅は解体された。運転場の要であった和木駅はホームの痕跡がわずかに残っているのみである。片上駅跡地では駅前のロータリーと起点を示す例キロポストの二つの施設だけが残れている。吉ヶ原駅舎は 1931年2月の井ノ口柳原館の開業時に建設されたもので、廃止後はバスの待合室として利用されていたため、損傷はほとんどなかった。このため、柳原ふれあい鉱山公園の開園に先駆けて改修され、展示運転で実際に駅舎として使用されている。以前は片上鉄道の資料館にもなっていたが、展示品の一部に盗難が発生したため、 2015年現在は一般開放されていない。2006年3月2日には登録有形文化財に登録された。2014年11月2日には展示運転路線が約100メートル延伸され、幸福柳原駅が開業した。これは展示運転路線の延伸及び柳原ふれあい鉱山公園の拡張に伴って駐車場を設置した際に、 同時に新設されたトイレを駅舎風にアレンジしたもので、一面二線の駅の形態をとっている。片上吉ヶ原間の線路跡は、サイクリングロード、岡山県道703号備前柳原自転車、道線、通称、片鉄ロマン街道として整備され2003年11月24日に開通した。吉井川の河川敷を走行していた区間は、川辺に桜が植樹され春先は、 桜の名所になっている。道所に設置された立交門もそのまま残されており、サイクリングロードのアスファルト舗装の間から例が少し露出している。峠清水トンネルや天神山トンネル1号2号は改修され、残されている。吉井川にかかっていた橋梁はすべて撤去され、国道を迂回するルートとなっている。廃止後。 1998年11月15日に開園した柳原ふれあい鉱山公園に12両の車両が保存されている。そのうちの10両、ディーゼル機関車1両、機動車3両、客車3両、貨車3両は、片上鉄道保存会の手により整備、胴体保存され、毎月第1日曜日に旧吉ヶ原駅付近の約400メートルの区間で展示運転されている。 2011年5月より、ワム1807、9番号ワム184740が、胴体保存車両として登場。この車両は、元は国鉄から購入した、国鉄ワム8万経過車で、以前は、片上駅跡地にて、ワム1805、9番号ワム18406、ディーゼル機関車、DD13 から552とともに、生体保存されていた。 また、柳原触れ合い鉱山公園の開園時より、生体保存されている貨車3両、トラ840トム519ワフ102のうち、トラ840が整備され、2013年9月より、胴体保存車両として登場している。これはキハ303の予備部品として、保存されていたものの解体が決まったバラ鉄道区派。 10の TR26 台車を譲り受けた、際の下場所年室のためである。生体保存車両は、柳原ふれあい鉱山公園内の貨車2両の他に、片上駅跡地に、DD13 の552、和55気町の和気交通公園横に、和武千8 0 5国道484号沿いの菊が峠、ドライブインに木三311の、計五両が、生体保存出ている。 また、2006年3月頃までは、再起町役場、現、和家町役場再起総合支所に、保派府3001、旧番号派35千58が保存されていたが、解体された。備前宿具衛星崎の備前市場化センターには、キー派801が保存されていたが、放置状態で整備もされず、老朽化が激しかったため2014年1月までに、解体された。 菊が峠ドライブインのキハ311はだいぶ後輩が進んでいたが近年補修と再塗装が行われた小坂鉄道には片上鉄道から譲渡されたディーゼル機関車1両が予備車両として在籍していが2009年4月1日付で小坂鉄道は廃止されたため今後の DD13 から556の挙手が注目されるまた小坂鉄道からは 余剰となった、キハ2100系2両、キハ2108、2102が1981年に、譲渡され、キハ801、802となっている。キハ801は前日の通り生態保存されていたが、解体され、キハ802は1995年に、片上駅跡地にて解体された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。